走行しています。さあ残り時間が20分を切りまして18分、残り18分です。2008年の大会もフィナーレが近づいてきました。もう雨は落ちてきません。ということはみんな綺麗な花火が見られるぞ。空が晴れれば今日もチェッカーを受けて表彰式があった後、綺麗な花火を見て、そして8体の気持ちのいい余韻に浸ることができそうです。さあみんなで花火を見ましょう。そしてみんなでチェッカーを受けたライダーたちを一緒になって祝福しましょう。残りが17分40秒。ペルさん、どうぞ。現在グランドスタンド見てますとね、今年はあのお客様がいろいろと赤いなんか蛍光ライトというんですかね、そういうところを持っている方が多いようになりまして、グランドスタンド至るところにですね、はい、その赤い、まあ、ペンライト状態というんですか、うん、そういったライトを持っている方多いようですね。あ、そうですか、はい、鈴木の方はなんかみんなでブルー見えますよ。ブルー見えますか。見えます見えます。あ、ブルー今ちょうど降り始めました。あ、そうですか。はい、はい、鈴木応援団の皆さんです。はい、ありがとうございます。あとですね、うん、先ほどのザッケン1番の、鈴木エンデランスレーシングチーム戻ってきたんですが、マチューラ・ウリーブ選手、まあ、これで終わりかなと思って一旦真っ白にいたら、多分チームスタッフからもう一回行ってくれって言われたんですよね。あ、どうもみたいな感じでですね、両手を挙げて、あと、まあ、それも一瞬だったんですが、はい、チームスタッフから渡されたみ、まあ、水をですね、うん、ヘルメットの上からかけてもう一回真っ白ってピットアウトしました。おお、そうですか、そうですか、ありがとうございました。いや、そんなこともあるんですね。おーノー言ってましたか。さあそんなですね、それぞれいろんな、まあですね、チームによっては2スティント連続でというような話があったり、そしてですね、1スティント走ってまた変わっていつも通りにやったりというようなところもありますが、本当それぞれのチームでいろいろとね、耐久最後までチェッカーを受けるという方法、工夫をしています。そのゼッケンナンバー1番は現在14番手、バンサン・フィリップが残念ながら欠場しましたので、いつものトリオでということにはなりませんでしたけれども、世界耐久選手権の中では現在は、これで4番手ということになります。きっちりとポイントを取って、今シーズンもシリーズチャンピオン3年連続に向かって、まあ、下走っていくということになると思います。さあ、カシオトライアングル試験員のところではカルロス・チェカのフロントブレーキから火花が見えますよね。もう多分メタルギリギリまで来てんじゃないですかね。なんか線香花火みたいになってますけども、スローで見るととにかくブレーキがやっぱり後半はいろいろと辛くなってくるっていう話は聞いたことがありますが、清成が相当ですね酷使しました、そのブレーキ、まあ、それをですね今度は逆にいたわるようにカルロス・チェカが走行しているようにも見えましたが、夜になってしか、夜になったからしか、まあ、見えないですね、そんな光景も見ていただきながら、現在トップは11号車がトップで走行しています。さあそして今流れてきたのはファイナルカウントダウン、あと残り15分です。ファイナルカウントダウンが聞こえてきました。最後また皆さん午後7時30分を迎える時にはお願いします。みんなの力で声を合わせて、またスタートの時のように手を叩いて10秒前から7時半をカウントダウンしましょう。そして最後はみんなで、今グランドスタンドもですね光がいろいろと見えてきました。あ、光る棒を持ってたりとか光る輪っかを持ってたりとか、いろいろ皆さん持ってます、ありがとうございます。その光るそのですねもの、皆さん携帯電話持ってるんだったら電池切れない程度に携帯の明かりとかも使ってくれていいです。いろんな光でですねライダーたちをチェッカー迎えてください。周回数208周目、ゼッケンナンバー11番カルロス・チェカが今立ち上がってきます。もうすっかりと辺りは暗くなりました。
照明とヘッドライトの明かりだけが頼りです。カルロス・チェカ209周目に入ります。さあそして1台ピットに入るぞ。この時間帯で1台ピットに入ってくる。ライトが消えているということでゼッケンナンバー28がピットに入ってきます。ライトなんとかつけてくれよ。ホンダテクニカルカレッジ生徒なんとかライトつけろ。今走ってるのはぬくみさんじゃないですか。黄色い腕章かな、どっちかな。黄色の腕章ですね。黄色の腕章ですか、確かね。前にもありましたね、同じことがなんかあった気がしますね。ホンダ学園の時にね、ありました。橋本敦義さんが今乗ってますか。敦義選手、さあホンダテクニカルカレッジ今日朝1番。まずはですねラジオ体操から彼らの1日は始まったんですけれども、ホンダ学園の生徒さん将来は整備士あるいはこういったレースメカニックというところに進出をしてくるんでしょうか。あるいはですね車のエンジニアという自動車メーカーに勤めたりとか、とにかく車やバイクのことを勉強している彼らが実践でいろいろなことを学んでいます。さあそして今ここで10番手入れ替わりましたか。ジョシュア・ブルックスチーム桜井ホンダ71を10番手に引き上げました。トップ10入りをしてきましたゼッケンナンバー71。一時はですね大きく遅れていた71号車なんですが、しかしながらコツコツとピットです。はい、28番つきました。ライトついた、はい、ピット離れました。よかった、ついたついた。さあ今ピットに止まっているような車はもうないんですよね。今ね多分上位から走っている車の中でピットで止まっている車は多分ないと思いますけれども、今はないですね。だけど今年僕8台だって思ったんですけど、始まってね2時間半でこれだけのマシンがですねピットの中に入ってマシンを修復しているシーンというのは僕初めて見ましたね。あすごい多かったですよ。そうですよね、立って1箇所からもう3台を見えるんですもん。ピットの中でマシンを修理してだから転倒が多かったということだと思いますけどね。そうですね、転倒とあとマシントラブルね。そうですそうです、今日もあのエンジントラブルでしょうが、うん、オイルを吹いちゃってそれでマシンを止めてしまったというのが結構ありましたもんね、はい、だからウィーダー DT ボーイズも結局ね、うん、原因分からずですよ。あでもう交換して出てってまたトラブルとか言ってそういうことがありましたからね。本当に多いあの8台でしたね。それだけ厳しかったっていうことですね。そうですね、はい、はい。本当にねスタンドはものすごいお客さんです。はい、わかりました、はい、さあラスト10分になります。柳田増夫アナウンサー今いろいろレポートしてくれましたが、先ほどねシャーリー・ハンダーアナウンサーもレポートしてくれました。さあちょっと辻野博アナウンサーもしどっかいるなら聞いてみようかな。辻野博アナウンサーは、はい、あの3人今固まってます。あ3人固まってるあのもうそろそろ、まあ、チェッカー受けるんですけど、辻野さんはどんな今年のレースの印象とかありますか。そうですね、まあ、やっぱり、スタートしてから2時間ぐらい の波乱ですか、うん、でも実際僕はですねちょっとイベントに行っておりまして、フレディ・スペンサーのトークショーに行っておりまして、そのシーンをですね半分ぐらい見逃してるんですよね。あそうですか、そうですか、まあ、でも波乱があったレースですけども、本当にねみんながチェッカーを受けてくれることを祈ってますね僕も、はい、やっぱ8台はいつ来てもいいなと僕も思います。そうですね、はい、現場にいてやっぱりそういう気持ちになりますよね、さあもう今でもねピットの方はねメカニックたちが嬉しいのと、この暑さで週末ずっとやってきて疲れてるのと、もうとにかくドロドロのぐちゃぐちゃのでもなんかニヤーっと笑ってもうあとちょっとみたいなね、そんないろんな複雑な顔が見えてると思いますが、さあピットはだんだんにぎわってきたのかな。シャーリーハンダーアナウンサー今声聞こえますか。はい、聞こえますよ。今3人固まっています、ね、はい、さあこのシャーリーさん今、はい、振り返ってみると何かありますか。そうですね、まあでもやっぱり今年はなんていうんですかね、途中のその雨がまた一つちょっとドラマを作ってくれたのかななんていうそんな気もしますけども、やっぱり一番印象的なのは清成選手の走りなのかなというふうにやっぱり思いましたね。そうですね、はい、まあでも本当にこうね、さまざまなチーム、特に今年は予選の段階から結構転倒も多かった。そうでした。まあ本当にこう暑い中でもね、走りだったんですけども、まあこの時間帯になってきてやっとなんかちょっとまあ落ち着くというかホッとというかね、まあでもまだライダーの皆さんまだまだね、気合い入れられませんけども、はい、まあ本当に今年もまあいい走りだったのかなと思いますね。はい。さあ、あ柳田さん。また28番。また28。消えてますね。消えてますね。いやいや最後まで波乱ですねこれも、ね、僕は木曜日から来てますけど、本当に転倒が多かったでしょ、はい、暑かったし、うん、だから
スタート前に世界で一番暑い夏だったかという私